首都高技術が入居する、虎ノ門 PF ビル首都高技術株式会社首都高技術株式会社は、首都高速道路の維持管理を行う企業。首都高速道路株式会社が100%出資し2008年6月6日に設立、同年7月1日より業務を開始した。土木構造物の点検定期点検、橋梁、トンネル、 土工部の定期点検特殊構造物点検、レインボーブリッジ等の長尾橋点検、人前トンネルの点検巡回点検、パトロールカーによる高速上巡回点検、徒歩点検緊急点検、災害時点検、事故時点検建築構造物の点検料金所の点検、パーキングエリアの点検、換気ショッ建物の点検土木設計、橋梁設計、耐震補強設計、 超寿命化計画策定支援調査、道路交通情報提供、自己集計 GIS と3次元点群データを活用した新時代のシステムで、インフラ、構造物の維持管理業務の効率化を、支援施設設計、測定、調査研究工事計画、工事飛散室のための資料作成、試行実態調査、工事に伴う、道路調整試行管理業務、建設工事、 保全工事、施設工事の施行管理業務建築設計、耐震補強診断点検、調査、設計首都高速道路への近接施工に関する、影響評価、計測計画、点検発注者支援業務建築設計、一級建築士事務所、電気設備、機械設備設計交通調査関係業務海外、案件首都高速道路株式会社、 ネットウェイボリューム832009年7月1日発行ありがとうございます。